あんた何？家庭科室？知らねえ。自分で探せば。あのさ、知らないっつってんの。なんで疑うわけ？あんた転校生だろ？あたしも転校生だから知らないの。さっさと行けよ。うぜしんと。行けって。行けっつってんだろ？次が授業だからなんだってんだよ。行かねっつも。ほっとけ。お前もサボりなんじゃねえか。だからってこっち来んなよ。一人がいいんだ。一人にしろって。だいたい、なんでこんな端っこに来るんだよ。普通通らないぞ、こんなとこ。あっそ、迷ったのね、おめでとさん。人の迷惑ってのは考えろよ、おめえはよ。ったく。塔が違うんだ、塔が。外に見えるだろ？あっちの同じ位置だよ。わかったの、さっさと行け。二度と来んなよ。礼なんかいらねえよ。あんたがさっさといなくなる方が都合がいいんだよ。あんたさ、わざとやってんの？それとも死ぬほど方向音痴なの？あっそ、今日は美術室ね。はいはい、ここの3階だよ。じゃあね。だから私は行かねえって。出る必要ねえんだからよ。美術は必修じゃねえって知らねえのかよ。さすが転校生だな。卒業に必要な魔法学関係の単位は取得できるだけ取得済みなんだよ。学校側からすれば優等生なんだ。だから誘うな、マジで。あんまうるせえと燃やすからな。あんた頭悪いだろ。こういう時って賢いやつならすぐどっか行くよ。それとも妙な正義感発揮しまくっちゃってるタイプ？めんどくさ。今度はどこよ。もしかしてわざと？どういうつもりか知らないけど、燃やしてもいいってことでいいのか？音楽室ね。はいはい、すぐそこ。じゃあな。音楽は？出ねえよ。魔法に関係ねえじゃん。これっぽっちも。あのな、私は必要と思った授業にだけ出るんだ。余計なお世話だよ。実践で役に立つやつだけだ。それ以外は時間の無駄だ。ここで復習してる方が、よっぽどためになるね。そら、燃えちまいな！デクラ、食らうか！そんなもん！ち、豆鉄砲ばらまきやがって！ゼナ！こうなれば、ゼロ距離から燃やして、によってこんなタイミングでかよ。訓練は中止だ。予備の出さねえと。入んねえじゃねえか。私の足が合わなくなったのか。今日はとことんついてね。窮屈な靴だと歩くだけで痛えな。成長期なんて全然ありがたくねえよ。せっかくの予備がゴミじゃねえか。ったく、チビならチビのままで構わないってのに、なんで成長しやがるんだか。足なんかでかくなったって何も嬉しくねえ。あ
だよ。あんたも？あ、そう。じゃあな。同じ方向にあんのか？そうか、そうか。は？靴？穴が開いた？てめえ、本当は私のことつけてんだろうが。バカにしやがって。くそ、これにしろ。別に同じ店に行くからって、一緒にいる必要はねえからな。いつも履いてるやつの一回り大きいのを買えばいいな。もうねえな。別のとこに行ったのかもしれねえ。もう少し探して。くそ、売り切れてんじゃねえか。こうなったら色違いでいい。なんて狙ったように売り切れてんだっての。仕方ねえ、種類変えるしかねえか。つっても違和感ありすぎだぜ。え？独り言？言ってねえよ、そんなこと。バカにすんじゃねえ。ちくしょう、言ってたのか。は？なんだよ、今度は。おすすめの棚？バカ野郎、あんなの履けるか。デザイン性なんかいらねえよ。履きやすいかどうか、丈夫かどうかだ。2週間で履き潰すようなのは意味がねえんだよ。別ブランドだけど同じ会社だ。これ履いてみる。よし。やっぱ違和感あるけど、これならマシだろ。次までのつなぎなら十分だ。1ヶ月持てばいい。あれ、金。あ、いい、取ってくる、取ってくるっつってんだ。そら、燃えな。まだ馴染んじゃいねえな。悪くねえ感じか。この調子なら足を引っ張ることはない。あいつの顔がちらつくのがムカつくの。この際まともに戦えるなら構わねえ。次行くぞ。ついにあんたとクエストかよ。そもそも今回クエスト自体断ったってのに。くそ、執行部のやつらが何考えてんだ。出ねえと落第とか脅しやがって。どうしてもこのクエストを受けさせたいってことか。なんだろう、特定の生徒じゃなきゃ相手できない魔物なんかいるわけないの。まあもしかしたら精鋭部隊の他の連中が空いてなかったからか。あんたがいるくらいだからな。誰もいなかったってのはあり得る。ああ、はいはい、執行部はそんなにバカじゃありませんね。あいつらの考えてることなんか分かりたくもねえな。考えて損した。あんたに共感してほしいとも思ってねえよ。とっか、役日あいつだ、あいつだ、あいつだ。クソ野郎が。だから私に回しやがったな。何もかも分かってますって言いたいのかよ。ちくしょう。いいよ、やってやろうじゃねえか。今度こそぶっ潰してやる。は？くそ、あんたには関係ねえことだよ。ああ、関係ねえ。これは私の問題だ。私とあの魔物のな。だから何も言うな。今回は絶対手出すな。私が蹴りつけなきゃなんねんだ。あんたは帰れ。いても邪魔なだけだ。帰れっつってんだろ。いつも本気だがな、
今回ばっかりはマジに本気だ。私が一人でやるからな。見つけたぜ。今度は逃がさねえ。あるとかないとか関係ねえ。心臓をえぐり出してやる。なんだ転校生。てめえ余計なことすんじゃねえ。こいつは一人でやらねえと。確かに強えよ。私が一番知ってる。だけど私だって10年前とは違うんだ。こいつをずっと狙ってたんだぞ。魔力の残量が何だってんだ。死んだって構わねえんだ。私がこいつを殺さないと。畜生、勝手にしやがれ。礼なんか言わねえからな。邪魔しやがって。あとで先発殴ってやるよ。来い、家族の敵だ。あと一つ残らねえように燃やし尽くしてやる。あいつじゃねえじゃねえか。同型なだけだ。殺すために魔法ばっか練習してんだ。執行部の奴らにも何も言ってねえけど、今回のことを考えると私のことを調べてやがった。当然か。問題児だからな。私はいいか、あんたには仮を作ったから話した。広めるようなもんじゃない。誰かに喋った消し積みにするからな。